最後のサビで最後のサビになったらようやく全部の楽器が入ります。ドラムはもうドラムの音で。でベースピアノオルガンエレキギター。で僕が弾いたエレキギターも入ってきてでアコースティックギター2本ちょっと聴いてみてください。 感じで,すでまあ僕が足したギターはさっききののスライドの続きですあんまりまあでも聴いてれば多分分かると思うんですけどこういうのを足しましたでこうやって他にも実はフレーズ取ってたんですけど。 それはもう邪魔だと思う。僕が撮って自分で邪魔だと思って <laughs> 消しちゃいました、ね。こういうのも多いです。あんまり撮ったからって言って、こう何でもかんでも詰め込まない。結構ね、詰め込まないのね、大事になってきてるんですよ。ちょっと、あの、ストリーミングが流行ってきて、そうですね。まあでもアレンジしてる人も考えた方がいいと思います。もう音数を 増やせば増やすほど実はマイナス方向に行くっていうことがちょっと起きてしまっているのでなので整理して歩けることが大事ですねで新しい音はもうないので音作り的な話はあとはボーカルだけですねボーカルどうしてるボーカルはもうプラグインがいっぱい刺さってじゃあプラグイン今のこの状態ですね はいこんな感じです。でじゃあプラグインなしでちょっと聞いてみましょうか。明日を描こう で今ちょっとこのプラグインだけ自動で入っちゃっててそれなんでかっていうとここの時だけこのプラグインが生きるような設定にしてたんですこう最後になって音圧がどんどん増えてきた中で今までの設定だと若干埋もれちゃうんですねなのでそれを解決するためだけにここでプラグインが入るようになってますでもう一回ちょっとプラグインあリバージョン「を描こう」 ちょっと一回リバーブとかその手のものを全部なしで考えてみましょうでまず E q と下の方を切るんですけども下の方を切るとこ,うここに出てる周波数よりも上のところからこうスーッと落ちてきちゃったりとかするのでなのでその切ったところの上をちょっと持ち上げて。 で、コンプレッサー。で、もう、ここら辺は、かかるかかかんないか、ギリギリのとこです。一番、こう出てるとこで、多分、1デシとか2デシとか、2デシいってないかもしれないですね。で、これを、この一機は、ちょっと、意味があるんですけど。で、ディエッサー。ディエッサーは、サしすぜ、そとか。 まあ日本人より洋楽とかの方がすごい露骨に出てきますけどこう音がさって言うと突き刺さってくるんですよねそれを抑えるためのものですねでコンプレッサーで EQ なんですけどこのパルテックっていうこのメーカーの EQ をこれはシミュレーションしたものなんですけども これを刺すだけでまたちょっと味付けがつくんですよ。で、これ結構、まあプラグインでもよくできてると思うんですけど、実機とかだと特にそうなんですけども、このなんかローを上げたのに、あの、モサモサしてこないで、ただただいいところだけが上がるという、結構魔法みたいなイコライザーですね。で、 塗装これ、これはまあコンプレッサーテープシミュレーターに近いのかなコンプレッサーに近いのかな結構あったかみを持ちつつ太くなります音が。これ結構好きで、まあ、今回そんなに使ってないですけどすごい使う時とかあります。けケースバイケースで今回はこれを使ったんですけども 今ミックスしてるような曲とかだと今回使ったプラグインとはもう全く違うことも多々あるのででマルチバンドコンプこれはこのピンクのところだけコンプレッサーがかかるっていう状態ですねちょっと難しいと思いますけど これちょっとでも今かけてるところが少しも,さもやっとするところだったりとかするんですけどでリバーブとリバーブディレイとかまあそんな感じにかけておりますでまあ結局は。 これでまあ全体聴いてみてあいいなと思ったら OK です。でやっぱ何かが喧嘩してっちゃうと最初言ったようにモヤモヤしてくるのでこうボーカルとベースボーカルとドラムとか、まあ、ベースとドラムはみんな多分聴いたりとかするんですけども特に。 こう中域が固まるものですねピアノもそうですしオルガンもそうだしエレキギターとかもそうですけどもこうボーカルと喧嘩する可能性がすごく高いものに関しては結構シビアにこう音域のみ分けを考えた方がいいですねどうしても喧嘩しちゃうのではいで 最後はエンディングはもうもともと入ってたのとそんな変わんないですね。ちょっと音数、まあ、エレキギターはミュートしてで最後はオルガンで締めてるだけですね。本当にど最後だけ聴いてみましょう。 すいません止まっちゃいましたねはいはいこんな感じにオルガンで終わらせてますこの最後のオルガンも足したやつですねまあ今回はこういうミックスになってるっていう ふうに考えてますね、僕自身も。はい、で、まあ、あと1個言えば、まあ、細かくオートメーションは書いてます。あの、ボリュームちょっと大きいなとか、ちょっと大きいなと思ったらちょっと下げたりとか、どうしても歌とか人が歌ってるので、で、それを全部コンプレッサーで抑えようとすると、ちょっと無理やりになっちゃったりとかするんですけども。 じゃなくてこうオートメーションで書いてあげるとまあナチュラルにいくよっていう感じですねベースとかあんまりいじってないですねベースも結構オートメーション書いたりとかするんですけど今回あんま書いてないですねでえっ、ー、とこのミックス企画も第2弾がもうアップされてるんですけどもそっちだともう全く違う方法で多分 プラグインもほとんど違うんじゃないかなっていうぐらい全く違う方法なのでちょっとそっちも聞いてみてもらえたら嬉しいです多分リンク貼ってると思うのでもしなんか要望あればまたそっちも解説動画みたいの作ってみたいなと思うんですけどでまあ質問等々はぜひぜひなんかコメントに書いてもらいたいですね なんか逆にこのやり方は発想になかったなとかなんかそういうのあったら教えてほしいですね逆にはいでまあ普段僕はこのガレットスタジオというとこでルックオンとかしてるんですけども主にこうボーカルレコーディングボーカルさんが来ていただいてこうレコーディングをしてるんですけども もしちょっと使ってみたいとか撮ってほしいとかあったらホームページとかもあるのでぜひぜひご覧になってくださいで最近はこうちょっと DTM を始めたけど使い方がわかんないとか入れただけ入れたけど終わっもうなんか放置してるとかもう結構いいところまではやったんだけどこうあと一歩進まないとかそういう方向けにちょっとレッスンとかもしてるので で今これちょっとプロツールスなんですけども普段は僕はロジックを使ってますもうロジックの方が圧倒的にこう使いこなしててもうプロツールスの多分2倍3倍の速さで物事が進むんですけどであとはスタジオワンが入ってるのとスタジオワンもまあプロツールスとなんか同じぐらいの感じで使ってて、まあ、使い分けたりとかその DAW 自体でも結構音が 細かく言うと違ったりとかするのでまあ好みで使ったりとかするんですけど今回はたまたまプロツールズでしたはいこんな感じで解説動画を終わりたいと思うんですけど今後とも「M スタジオ」から出てくる動画見てあげてくださいありがとうございました